どうも9番街レトロ京極でございます。本日ですね、久しぶりにやってまいりました中村先生のお悩み相談室でございます。では早速ですね、中村さんに登場してきていただきましょう。お願いします。仕事終わり、すみません、仕事終わりに申し訳ございません。春やのに寒い。このコーナーですね、結構好評、コーナーとかじゃなくて、はい、人を救えたらなと。申し訳ございません、うん、その、はい、出過ぎた真似を、うん、はい、いいですよね。まあ結構ね好評なんですよ、中村さんの助言みたいなんで、こう心を助けられてるっていう方が結構いらっしゃるみたいで嬉しいです。はい、結構リクエストあったんですけどね、ずっとできてなかったので。何が？いい、あの僕も嬉しいなと思って。あ、はい、久しぶりに。ありがとうございます。こちらこそ。結構たくさん、相談質問いただいたんですけれども、ちょっと私の方で絞らせていただいて、あのね、お忙しいと思いますので。数に限りがあるというのもまた一つ悩みですね。それでは、早速一つ目の質問読ませていただきます。ネガティブ思考すぎるのでポジティブに生きる方法を知りたいですということでございます。結構ね多かったです、この類のですね、性格面のお話ですかね、うん、結構悩んでる方いらっしゃいました。ネガティブな方ね、日本人はね結構多いですよね、うん、先生どうですかこれ。何を悩むことがと、まあ僕は思っちゃうんですよね。なるほど。でもまあね、結構いらっしゃる、先生みたいに生きれない、うん、だから、うん、先生みたいに生きる方法を教えてくださいという相談だと思います、うん、どうすればいいんでしょう、うん、簡単ですよ、もう一言だけですわ。遊ぶな。遊ぶっていうことは、あの人と、関わるということだと思うんですよ。やっぱりね、人間の悩みって全て対人関係のものって言われてるんですね。どんな悩みも基本的には人が絡んでて起こり得ることだから、人と絡むことさえしなければもうネガティブもポジティブも何にもないとね、そういうことですよね。そういう意味でおっしゃったと。それでそれでいいですかありがとうございます。また一人悩みが解決されましたね。でもこのような助言だけで救えるなら僕でいいのであればっていう形を取らせていただきました僕ももともとその形です。すいません、ちょっと次難しいです。先生にももしかしたら難しいかもしれない。本当ですか僕も完璧じゃないので、確かに不安です、ね。自分を大切にするという意味が未だに分かりません、うん、結構ヘビーな重めな相談でございます。自分ね、もう言いました言いました質問は僕読ませていただきました。ごめんなさい、今のところで何が悩んでた。自分をね、大切にしなさい、自分を大切にしなさいって結構みんな言われてきてると思うんですけど、それの意味がちょっとよくわからないっていうね、それをどうしたらいいですかっていう、これ難しいですよ。でもどう答えてあげればいいのか、うん、もうこれもうみんなそうですよね、一緒のこと多分みんな思ってると思うんですけど。本当ですか、何ですか。模型 見てから作るやった。ごめんなさい、もう一回いいですか。はい、模型を見て作ったら、はい、模型を見て作ってください。結構ね、何でもそうなんですけど、説明書とかも読まずに届いて開けて感覚だけでやってしまうみたいな人いるんですけど、まあ、それってすごいまあとりあえずできてるように見えてもね、その細かい、例えば、家具で言ったらね、そのダボみたいな木をね、ネジとは別で入れて組み合わせて、なんかそういうその見えないところから大切にしていきましょう。自分を大切にするっていうのも、そういうことです。表面的なことじゃなくて見た目をきれいにするとか、まあ、もちろん大事なんですけども、すぐに簡単には見えない部分から、大切にしましょうという、そういう意味だと思いますよね。
一人のクラス逃げ遅れた、ね、あ、じゃあちょっとライトなの、あの行かせていただきますね。あ、そうですね、ちょっと暗い話題が続いたように思えたのは僕だけでしょうか、はい、いえ違うので僕も言いました、ライトなの行きますというふうに、はい、共感ということで。そうですね、まだ18歳なのに抜け毛がひどいですっていう、うん、これね、まあまあ当人にとってはヘビーなあれなんかもしれないですけど、ピークです、今が、今がピークですが回答。 あなたの抜け毛のピークが今です、これじゃないとおかしいと思いますんで普通に考えて、18で抜け毛がすごいというのは考えがたいです、気持ち悪いですね。ごめんなさい、ちょっとまっすぐ答えるパターンもあります、すごく気持ち悪い、はい、ごめんなさいね、質問してくれた人意味がわからないすいません、今これ以上はないっていう意味ですんで気持ち悪い、はい、ごめんなさいね、すいません。続いての質問参ります。気持ち悪い6年間付き合っている彼にもうこれ以上発展しなさそうなので別れを告げたいのですが、ね、それなんていうふうに伝えたらいいでしょう。6年間付き合ってる、6年結構長いですよね、で付き合ってる彼氏に対してこれ以上の発展がもなさそうだからもう別れたいと、でなんていうのがベストかなっていう、うん、難しい問題ですよね。難しい問題ですよ大丈夫ですか、喉。いえ、何にも音は出てません6年間、6年間付き合ってた男性に別れを告げる方法、まあ本当の理由としてはこれ以上発展がなさそうなんですけど、まあ嘘をつくのか相手のために、まあ真実を言うのか、どういうふうに伝えればいいでしょう。別れの言葉ということですよね。別れの言葉ということです。恋は多くしてきましたんで。あら、あ、先生結構恋なさってきてるんですね。一言言ってあげてほしいんです、その男性の、相手の男性の方に。はい。ケムシが嫌いだとか、18歳が気持ち悪いごめんなさい、抜け毛の人すみません。じゃあ最後にしましょうかね。しましょうかねっていうのは最後じゃない、本当はまだあるということですか。一応8個ですね、8個僕が選ぶ。最後にしてください。最後でいいですね、じゃあ最後です。環境の変化に慣れるのが苦手で周りに出遅れてしまいますと、どうしたらいいですか。簡単でした。祭り行け、祭り、祭り行ってください、本当に楽しめよ、祭り。ガラッと環境が変わってる場所ですってね、うん、はい、うん、汗をかくのだ汗かくようなあれじゃないですけど、すいません先生、お忙しいところ。春やのに寒いわ